どうも、キスケです。今回はスーパーヒーロー劇場版パーティーで戦っていこうと思うんですが、ついにこいつら3人とも、ピックアップから落ちました。まあそうなったことによってどうなるのかっていうのがちょっと楽しみですよね。全然後ろに下がらへんねんけど、なんだこれなんか一番影響を受けてそうなのはピッコロなんだよな。わかります？一番影響を受けてそうなピッコロじゃね。体力回復。さあ、はいはい、ラッキー。もう特殊カボチャ向こう消えちゃったよ。遠距離射撃でいいやOK 悪くない。パンチ、気力減少強いね。手札破棄使って、このタイミングだとアーマーキャンセル入るよね。ナイス、はい、いいね。これはドラゴンボール回収でライジング貯めます。お、有利属性に変えてくれたのか。なぜ、もう予約しとったっていう感じうん、残念。いや、ピッコロに変えたくなかったんだよな今の。まさかの外してくる、めんどくせえ。なんだそれ外しすぎやろこれ救急カードでワンパンとかないよな。あ、パンちゃん帰ってくるか。じゃあ大丈夫や。え、はい、避けてる。必殺圧てやー、気力奪ってクイックアタックはするけど、その後何もしない。どうしたんだい。シュー、うまい。マジか、めっちゃ見てくんな。まあパンちゃんもなんか地味に柔らかいっちゃ柔らかくなったのかな。はい、うめー。 OKいいね。タイミング良すぎ。ユニークゲージ、測ったかのようなユニークゲージ満タンやったけど、そんなことないからね。完全たまたまやったわ。さあ、ライジングスカしたプラス3体残ってんのはマジででかい。相手は残り1体、しかも振り属性が出てくる。前ダッシュしてくれ、頼む。本格的に行くぞ。あ、キャラチェンするか。いやー、これさ、後ろに行かないんですよね。なんでや知らんけど、ラグやな多分。 OK、 あ、バリシングあったか。すごいね相手のキャラチェンカバチェン外しがえぐいな。ほら後ろ下がれへんぞこれ。なんだこれマジで。下がってくれー、マジゴミマジでゴミ、クソすぎる。オッケー、はい、逃がさん。バーン、落ちないのか。手札空き。俺まだライジングラッシュ打ってないから、相手踏ん張りないよね。あれ、これコンピューターなっちゃったかなんやね、結局ラグかよクソしょうもねえなマジで。やめちまえマジで。まあでもどっちにしろ勝ちやろこんな。オッケー外した。さあ、マッチングしました。対戦やっていきます。お願いします。まあ火力に関しては別に申し分ないよね、ピックアップ入ってた時と比べても。耐久に関してはやっぱピッコロちょっと不安なんだよな正直。OK、
ダメか。まあでも有利属性なんでこのまま受けましょう。そこで終わり？ラッキー。はい、覚悟しろ。不利属性無効だぞ。はい、さよなら。やばすぎー、ビースト健在すぎるわマジで。オッケー、もうこれ諦めモードかな。圧倒しすぎちゃいましたか。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。お願いします。全然差し支えないですね。なんかさ、結構いるやん、ピックアップが落ちてしまってなんか使用感が変わってちょっとなんか弱くねみたいなキャラクターいるでしょ今までも。全然そんなことないですね。マジで全然そんなことない。怖っ。はい、タックルはなし。 OK、 中距離射撃打てへんのマジ強いよな。ドーン。あー、そっちか。なるほど。はい、まあ有利属性でしっかり受けていこう。んー、あー、めんどくせえ。めんどすぎーマジで。はい、どんぐらい耐えれる。あー、やっぱやらけえよな、やらかいよねやっぱ。はい、オッケー、特殊で見るっしょ。うん、まだあるのか、あぶね。はい、いやこれメインアビリティ使えへんのちょっと痛いな。 OK、 まあドラゴンボールしっかり集めていきたいんですが、いいね、気力がねえ。気力がねえよ。うん、あー、なるほど、これはちょっとミスったわ完全に。 OK。 待機カウント5カウント短縮でちょっとなんとかしよう。うりゃ、火力はねあるんだよな。ピッコロさん、これで間に合います。はい、やっぱビーストゲーなんだよな。今のレジェンズそれはもう間違いないんだよな。まごうことなきレジェンズゲー、マジな話。やっちゃった。はい、オッケー、まあ有利属性のままちょっと受けていくか。はい、まだか。なるほど。いやーこれさ、キャラチェーンアーツでドローしたら、あー、よかった。はい、いいね、怖。はい、ナイス、ここ勝てたんマジでかい。これで倒したでしょ。いやーよかった、ナイス。あー、ナイス、よいしょ、不利属性無効だ、腹パンだ。 OK、 特殊アーツで見て、
OK ラッキー。はい、ピッコロの救急カーツ久々に見たぞマジで全然使ってなかったからな。結局パンとビーストが一番使われてるから、やっぱ久々に見てもかっこいいよね。ナイス。うん、いいんじゃない。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、パン、ビースト、ピッコロ、この3体揃って使ったんですけど、いかがだったでしょうか。まあピックアップが落ちてるわけなんで弱くはなってるんですけど、まあそれを感じさせないぐらいやっぱぶっ壊れてるよね。うん、ここ最近多かったピックアップ落ちたからちょっと微妙じゃねみたいな感覚も全くなくて、いやピッコロはあるかな。うん、ちょっと柔らかいわ。はい、だからまあその辺は難しいけど、結局ピッコロ使ってる人ってあんまりいないじゃないですか。まあいるとは思うけど結構少ないっしょ。だからどっちかというと赤腕と組み合わせて使ったり、悟空ベジータと合わせて、使ったりする方が多いんで、まあまあ問題ないのかなって感じです。もう今年はビーストゲーです。はい、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。